こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の夏のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まだ季節としては夏早い感じもするんですが、アパレルの世界はですね、実際の季節よりもちょっと早めにですね、アイテムのリリースがされるわけなので、夏物を買うのであれば今がまさにベストかなと思うんですね。いろんなアイテムのバリエーションもありますし、サイズ切れも起きてないので、割と買いやすいのがこのタイミングなので、今回の動画では中 夏のトップスというですね、栗の中で皆さんにおすすめのアイテムをですね、5つご紹介をしてみたいなと思っています。季節によってどのアイテムが主役かって微妙に変わってくるかなと思うんですが、夏に関してはやっぱりですね、アウターみたいな羽織り物はないので、トップスがそのまま主役になるんですね。なので、よりですね、トップスの重要度が高い季節かなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら、夏物の買い物、楽しんでいただきたいなと思っています。まあトップスといってもですね、実は そんんななにでですねたくくさんのアイテムがあるわけではなくてますすがが、まあ、この中でで3個個ととかか4個ぐらいいい持っとけばままず間違いがないかなと思うんですね、ま、た、人によってあんまりシャツ着ないなという方は T シャツの割合をちょっと増やした方がいいかなと思いますしむしろ T シャツよりも小綺れなシャツがいいという方はシャツの中でバリエーションを増やすのもいいかなと思いますこのあたりはぜひ皆さんのですねライフスタイルだとか好き嫌いでですねバリエーションを揃えていただければなと思いますのでよかったら最後までお楽しみいただければなと思っいます こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね。なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、夏にお勧すすめしたいトップスをですね、皆さんに5つご紹介したいなと思ってるんですが、まず1つ目はですね、こちらですね、半袖シャツからいきたいなと思います。アーバンリサシチドアーズのですね、UR テックドライリュックスバンドカラーシャツですね、価格は8250円ということで、これはかなり使いやすいんじゃないのかなと思います。半袖シャツというのは、大人世代はですね、1枚は持っておいた方がいいアイテムかなと思うんですね。夏といえば、やっぱりですね、半袖の T シャツとか、ラフな着こなしが多くなりがちなんですが、まあ、それだけよりも、 ちょっっととめなものもの枚ぐらい持っておくとですまあ、こういった反省シャツで言うとですね、オープンカラーシャツですね。これが圧倒的にですね、代表的かなと思うんですね。僕の動画の中でも何度もお伝えしているんですが、まあ、襟元の開放感というところが味わえるので、より夏らしくていいかなと思うんですね。あとはレギュラーカラーの反省シャツも多いんですが、最近はこのようなバンドカラーの襟型のものもちょっとずつ増えてるんですね。まあ3年 ぐらい前からですかね徐々に増えてきた感じでようやくですね市場にも浸透してきた感じがあるのでこういったものを選ぶことで今年らしさだとかちょっといつもと違った雰囲気を出すのもすごくいいかなと思うのでこのバンドカラーの反省シャツすごくいいんじゃないのかなと思いますデザインはミニマルなんですがボックス型で少しサイズ感は緩めになっているので今っぽいところもちゃんと抑えています、まあ、素材もですねすごく快適なものになってましてアーバンリサーチが独自開発している ur テックシリーズになってまして uv カット機能があったりだとか速乾性 戦に優れていたりだとかあとかあはイージーケアですねこの辺りもちゃんと備わっているので、夏でも気軽に着やすいんですね。この辺りもすごく嬉しいポイントかなと思っています。で、カラー展開が豊富で結構迷うんですが、個人的に一押しはグレージュですね。まあ、明るいカラーなので、着るだけでパッとですね、明るい印象になるので、これすごくいいなと思いますね。まこのグレージュというのは、ベージュとグレーをですね、混ぜたような色合いになってまして、甘すぎない色合いになっているので、印象としては明るいんですけども、男性が着ても女性っぽい感じになりすぎなくて、すごくですね、バランスのいいカラー カラーリングになってるんですね。結構ですね。アーバンリサーチではこのグレージュというカラーよく出してるんですが、この色はですね。なかなか他とも被らないので非常におすすめかなと思います。そしてもう一色ですね。ミディアムグレーですかね。これもすごくいい色かなと思ってます。まあ、ネイビーとかに比べるともうちょっと明るめのカラーになってまして、このミディアムグレーはグレーという表記ではあるんですが、ちょっとこうブルー味がかっていて、ちょうど2色を混ぜたような色合いになってまして、この曖昧さがなかなか素敵だなと思うんですね。まあ、グレージュよりもちゃんと色に引き締まりがあるので、切るだけでシャキッとシャープ。 もなるのでこれは使いやすいかなと思いますねいつも通りブラック系のパンツで合わせるのもいいと思いますしあとはホワイトのパンツでパキッと明るくするのもいいかなと思うので様々な着回しもしやすいアイテムかなと思いますこのシャツはちょっと襟型に変化球があって色合いも綺麗なので1枚持っておくだけでだいぶですね新しい雰囲気だとか新鮮さを出せるかなと思うのでぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、夏と言ったら外せないのはポロシャツかなと思うんですね。今回ご紹介したいのがですね、グリーンレベルのギザハニカムポロシャツですね。価格は7700円ということで、これは優秀なポロシャツに仕上がってるかなと思います。まあ、ポロシャツイコールちょっとおじさんっぽいイメージというのはですね、未だにあるかなと思うんですが、最近はそのポロシャツのイメージがだんだんですね、変わってきてるかなと思うんですね。定番的でベーシックなポロシャツというのも進化をしていて、ちょっとサイズ感にゆとりを持たせたいだとか、 いいををつつももとと変化をつけるることででだいぶ現代的にアップデートされててのが増えてきた印象なんですねその中でも今回のこちらのギザハニカムポロシャツ、なかなかバランスがいいかなと思います。まずサイズ感に関しては、やっぱりですね、袖丈もちょっと長めになってまして、袖のですね、フィット感ですね。僕の今着ているですね、この半袖スウェットもそうなんですが、ここフィットしすぎてないんですね。従来のポロシャツって袖が短くて、ここがフィットしてたんですね。その感じがちょっと古臭く見えてしまうんですが、ちゃんと袖丈だとか、幅のバランスがゆとり このあ辺りも含めてですね、なかなかバランスが良くてですね、さらに個人的に気に入ってるポイントとしては、表面に凹凸感があるハニカム生地というところですね、これ寄ってみないとわからないんですが、蜂の巣状のですね、細かな凹凸がありまして、そのおかげでペタッとして見えないというか、立体感があるような仕上がりになっているので、この辺りも含めて、ちゃんと1枚でも着映えするようなですね、アイテムになっているかなと思います。 カラー展開が豊富なんですが、これも結構迷いますね。真夏なので、ブラックという展開がなくて、濃い色であるとネイビーですね。このあたりが清涼感がありつつも、パキッとシャープな色なので、すごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、下に白 T だとか、ライトグレーの T シャツを着ながらですね、爽やかに合わせていただくとすごくいいかなと思います。そして結構ですね、こちらのコバルトというカラーですね。まあ、ブルー系ではあるんですが、ちょっとグリーン味がかっていて、このですね、綺麗な色というところも、まさに夏らしくて使い 使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますどう使えばいいのかわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですが非常に簡単です中白 T でボトムスブラックかダークグレーかもしくはネイビーとかでもいいかなと思いますがまあ、こういったバランスで着ていただければ華やかさも出ますし割とベーシックに着こなせるのですごく使いやすいかなと思いますまたライトグレーもね意外といい色なんですよね僕はポロシャツの色は基本的にブラックとかネイビーが一番いいかなと思ってるんですが割とこのシリーズはですねハニカム生地のおかげでちょっとおじさんっぽく見えるんです ポロシャツでではなくて現代的で面白みのあるようなななななポロシャツなのででライトグレーでも全然問題ないなといとう印象なん、ですね、うん、これだったらちょっと明るめのカラーで攻めてみるのもいいかなと思うので、第一候補はネイビーで、結構コバルトとライトグレーは同じぐらいおすすめなので、ぜひこの3色を企画検討しながら、自分の今まで持ってないものを買い足すのもいいと思いますし、あとはアップデートする形でネイビーあたりの鉄板を買うのもいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、こちらのポロシャツチェックしていただきたいなと思っています。 続いて3点目はですね、真夏の主役級アイテムとして T シャツを皆さんにご紹介したいなと思います。T シャツもですね、世の中にものすごいバリエーションがあるんですが、まあ、その中でも僕のチャンネルっぽいですね、綺麗さと大人っぽさというところを兼ね備えたものをですね、今回はピックアップしてみました。ビューティアンデュースのライトダブルフェイスジオメクルーネック T シャツですね。価格が6 9 3 0円ということで、これがなかなか大人っぽくてですね、いいバランスかなと思っています。シンプルな T シャツではあるんですね。無地なので割 ちょっととででですすすね、ね、ねななくく見えるるるかか思いいきや結構です、ね、語れるポイントがいくつかあるんです、ね、まずは袖と裾の部分を見ていただきたいんですが、リブがついているので、こう、キュッと狭まるような形になってるんですね。これだけでちょっと見栄えとしては、通常の T シャツとの差別化もできますし、ちょっとですね、ニット T シャツみたいな雰囲気にも見えるんですね。ですので、いつも持っている T シャツとの差別化がしやすいというところでは、すごくですね、バランスのいい仕上がりになってるかなと思います。で、サイズ感もですね、ほんのりゆとりを持たせてるんですが、 大きすぎないというところもバランスが良くて袖丈もやや長いんですけども長すぎないんですね。この腕の関節より長くなると結構カジュアルな雰囲気になるんですが、こちらに関しては腕の関節と同じくらいの長さなので、ちょっとしたゆとりはあるんですけども、大きくなりすぎないようなバランスになっているので、まさにちょうどいいサイズ感かなと思っています。で、素材に関してはダブルフェイスということで、表面と内側でちょっと違ったアプローチになっているんですね。表面に関してはちょっとこう凹凸感があるような網柄になっていまして、ペタッとした見え方にならないんですね。この。 も先ほどもお伝えした通りちょっとニット T シャツみたいな見え方になるのですごく大人っぽくてバランスがいいかなと思うんですねですが肌と直接触れるですね内側に関しては滑らかなですねジャージー調の素材を使っているので着心地もすごくいいんですねこの辺りもしっかりと配慮されているのが嬉しいポイントかなと思いますで夏に着る T シャツなんですけども薄すぎるとですねちょっとこうインナーの T シャツというか下着っぽく見えちゃうんですね一定の厚みがあった方がやっぱりですね1枚で着た時に着替えしますし体のラインもいく分拾いづらくなる のののででででででババラランンススががががいいが、ね、い,がい,なかなかいいいんすすすすすここりりもね薄ぎぎずず厚とととうろ調整きるなななかかか良仕上がりかなと思いますカラー展開3色ですね。ネイビー、ホワイト、モカなんですけども、個人的には使いやすいのはやっぱりネイビーかなと思いますね。ブラック系のパンツで合わせてもいい、グレー系のパンツでも合う、そして白パンでも合うというところでは、1枚持っておくと横展開しやすいのがネイビーかなと思います。で、ちょっと黒と感溢れていて好きなのが個人的にはモカですね。ネイビーの使い勝手の良さか、ちょっと人ひ,ひねりある モカがっていうところが僕は結構おすすめかなと思うんですねこれだったらブラック系のパンツでシャキッと引き締めてあげると色の差が出るのですごくおしゃれかなと思いますねありそうでない色なのでモカすごくいいなと思いますねあとはホワイトに関してはやっぱり一定の需要があると思うんですねまあ、なるべくミニマルな着こなしを目指したい方は白 T っていうのは欠かせないと思うんですが白のシンプルな T シャツだからこそ裾袖リブになっていて表面に凹凸感があるというところは程よい差になるかなと思うので白もすごくおすすめしやすいかなと思います T シャツなんだけど ちょっとアウター見えするような1枚としてこれすごく使いやすいので是非チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はですね、プリント T シャツ行ってみたいなと思います。僕はですね、無地 T シャツも好きなんですけど、ちょっとこうインパクトのあるプリント T シャツが大好きで、毎年買い足してるんですね。そんなプリント T シャツ愛好家の大山俊がですね、今回ご紹介したいのはですね、こちら、ビーミングのですね、別注ロゴ T シャツですね、価格は6600円ということで、ワイドスイングスのですね、ロゴが背中にドンと入ったような T シャツになってまして、なかなかかかっこいいなと思って、個人的にもちょっと狙ってる1枚なんですね。 ま、このようなスポーツブランドのロゴ T シャツって結構いろんなところでやってるかなと思うんですが、まあ、代表的なのは圧倒的にノースフェイスかなと思います。知名度も高いですし、結構ですね、ファンも多いブランドなので、この時期になるとですね、T シャツでノースフェイスのものを着てる方は多いんですが、まあ、ちょっと人とは違うもので、普段の着こなしの中にも馴染みのいいものがないかなと思って探してたら、このワイルドスイングスのですね、別注 T シャツがなかなかバランスが良かったんですね。まずポイントはですね、前から見るとロゴはですね、胸元ですね。 左の胸元にちょっと入ってるぐらいでシンプルなアプローチになってるんですね。ですが、後ろに見るとですね、ワイドスイングスのロゴとその上にですね、山のプリントですね、横長のものが入ってるんですが、これがちょっとアクセントになっていて、なかなかバランスがいいなと思ったんですね。大胆ではあるんだけども、色使いとしてはモノトーンなので、割とですね、大人っぽく見えるし、派手に見えすぎないんですね。そしてブランドもノースペースではなくて、あえてのワイドスイングスということで、結構これは個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で基本 となる T シャツのサイズ感は少しゆとりを持たせていまして今っぽいアプローチになってるんですね。このあたりも別注で作ってるポイントとしてはすごくですね使いやすいポイントになってくるかなと思います。でカラー展開がホワイトシルバーブラックという3色なんですがまず一足はホワイトですね。まあ、これが鉄板で合わせやすいというのがあるんですが個人的にはですねちょっとこうシルバーの色合いもなかなかいいんじゃないのかなと思います。真っ白ではなくて少しグレーがかっているんですが土定番の白よりも少し変化球のあるシル シルバーというところが黒とかあってなかなかいいなと思いました。またブラックに関してもですね、なかなかこのシャープさというのがかっこよくて、黒系のプリント T シャツってそんなに多くないんですが、これはですね、プリント部分がホワイトになっていてかなりかっこいいなと思いました。なので色選びは結構難しいとこなんですが、まず7割ぐらいの方にはホワイトをお勧めしたいなと思います。そして白系は持っていてちょっとひねり効かせたいなという方が、シルバーオアグレーという形で悩まれるのがいいかなと思うので、これはなかなかいいですね。掘り出し ものを見つけたなといいう感覚でいます今見てる段階ではまだ在庫ありますが、まあ、どの段階で一気に火がつくかわからないので、ま、ぜひ皆さんもですね、早めにチェックしていただければなと思っています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、もうこれまでの4つでだいぶお腹いっぱいだと思うんですね。結構夏のトップスの主役級なものはご紹介したかなと思うので、ちょっとですね、アプローチを変えて今回ご紹介したいのが、これもですね、1つ目と同じなんですが、アーバンリサーチドアーズのですね、リネンライクシャツカーディガンですね。価格8250円ということで、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。今回ご紹介するものの中でも、割とこうトレンド感が強めのアイテムかなと思うんですね。最近はですね、 カーーディガンだとととかニットみたいいななものをでですすすねね半袖にるるようなアプローチこころがちょこっとずつ増えてるんです、ね、その辺りをしっかりと押さえたようなアイテムがまさにこちらになっているかなと思います。半袖のカーディガン状になっているんですが、襟もついてるんですね。この辺りがちょっとシャツっぽくも見えるので、すごくですね、いつもの夏のトップスとは違った見え方になるので、1枚持っておくとおしゃれ見えしますし、かなり新鮮な雰囲気になるのかなと思ってます。実はこちら僕もですね、店舗で試着をしたんですが、めちゃ めちゃくちゃ良かったんですね。これどんな見え方になるのかなまずはファッションの専門家として試着をしてみなければと思ってきたらめちゃくちゃ良い,いという流れだったんですね。僕もですね、あんまり着たことがないジャンルだったんですが、ちょっとこう生地には透け感があるので T シャツの上に羽織る形になるんですが、このですね、清涼感溢れるような透け感もすごくバランスがいいですし、まあ、ちょっとレトロな雰囲気なんですよね。生徒派なアイテムにはないようなちょっとニットポロみたいなやぼったさ、おじさんっぽさもあるんですが、それがこなれて見えるので、 おしゃれが好きな方、おしゃれをこじらせた方には、結構このアイテムは、ハマりがいいんじゃないのかなと思います。夏っていうのもですね、結構長いじゃないですか。今時期だと梅雨なので、まあ、T シャツ1枚でもいいんですが、何かその上に羽織り物があった方が、よりですね、着こなしのバリエーションも広げられるかなと思いますし、体温調整もしやすいと思うので、まあ、こういったものを持っておくとですね、夏という長い期間もですね、着こなしがマンネリ化しないで楽しめるのかなと思います。このようなちょっとカーディガンで半袖タイプのものっていうのは、カラーバリエーション豊富だったりするんですが、まあ アイテム自体に個性があるので、まあ、色に関ししててはシンプルなななブラックででまままととめううのががず間違いがないかなと思うんですねで下には白 T だとか黒 T を着てもらって、なるべくシンプルに合わせると間違いがないと思います。ボトムスに関しては、アンソエニットにグレーのパンツとかを合わせたりだとか、まあ、デニムとかで合わせてもなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ、そのあたりは、まあ、初級者向けというよりは、中級者ぐらいの方に合いやすいアイテムかなと思うんですが、マンネリ化した夏の着こなしをちょっとですね、変えたい時には、めちゃくちゃ便利なアイテムかなと思うので、良かったら皆さんもチェックして いただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では夏のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。夏のトップスというのは主役アイテムなので、まあ、なるべくですね、ちょっと頑張って投資をした方が見栄えはいいかなと思うんですね。もちろんユニクロ、GU、グローバルワークとかでも揃うんですが、まあ、そういったものもありつつ、ちょっとですね、セレクトショップのオリジナルなんかもミックスしてあげるとコーディネートの幅も広がりますし、気分も上がるかなと思うので、よかったら今回の動画も参考にしていただきたいなと思っています。まあどの アイテムに関しててててももも毎年出てくるるるようなな定番的とところも抑えていんんででですすがその中でもちょっと変化球を取り入れてるんですねシャツだったらバンドカラーを取り入れてみたりだとかあとは T シャツに関しても表面の凹凸感があったり袖とかストがリブになってたりだとかあとは半袖のシャツカーディガンだとか少しですね今年っぽさも混ぜてお伝えしたのでぜひ、まあ、ですねマンネリをしてちょっと変えたいなという方は今回の動画を参考しながらですね新しい夏服にトライをしていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの 今日もなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信をやっています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、わいわい楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る 時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて、文章と写真ベースでおすすめのアイテムです。とか、コーディネートの解説を毎日お届けしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップできるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山しでした。また次回の動画もお楽しみに。